ハンバーガー丸ごと食べきった人いないよみたいな、あれみたいな、みんなこれ食べきらないのみたいな。私ずっとくっついていっぱい。かわいい。今もうみんな倒れちゃったね。ヘレヘレって何？インパチーサです。トリです。リリカです。ということで、リリカさんが来てくださいました。はい、お願いします。お願いします。改めてちょっと自己紹介をお願いします、はい、リリカです。普段はモデルとして活動させていただいていて、バイトな日常とバイトな恋という YouTube と TikTok のチャンネルの美容役として出演してます。皆さんいつも応援ありがとうございます。今回来ていただいたのは、はい、シュープレのね、初グラビアがもう大好評ということで、うんうん、ありがとうございます。サブスクにもなんと登場ということで、はい、今回はリリカさんのグラビアをね、はい、3人で語っていきたいなと思うんですが、うん、初グラビアもちろん見ましたよね、トリさん。もちろんです。 ありがとうございます。ハマランチって何なんだっていうところで、最初タイトルはね、そうハマランチ関西。ただもうやっぱ一発で名前覚えられて、あ、ハマランチのリリカさんだみたいな。みんなからハマランチって呼ばれるんですよ、最近。あれみたいな、名前変わってハマランチは現場でリリカさんがなんか言ってた言葉だったりするんですか？全然違うくて、うん、決めてくださったんですけど、はい、私もどういう意味ですかって聞いたら、なんとなくそのロゴみたいな、いいかなみたいな、多分何か皆さんに想像させて単語なのかなっていうふうに私は思うんですけ ど、うん、いやでも確かに声にちょっと出して見たくなる、うん、そうそう、そのファーストインプレッションがすごい強かったなっていう、うん、ここに、はい、初登場のこのね、たまらんち関西、はい、たまらんち関西。私初めて見た時、うん、本当に実在してる人なのかなと思ったんですよ。おえ、めっちゃなんかバーチャル感ありません？あ、AI？ みたいな。え、うん、え、言われないこれ。ファンの方から何人かは言われたんですけど、ね、そうなんですかね。完璧すぎて、いや、嬉しいです。お胸の感じとかもすごいし、うん、そうですね。スタイルよ、みたいな。ありがとうございます。個人的にはめちゃくちゃリリカさんの顔タイプで、私ちょっとなんか目がキュッとこう上がってる人が好きで、なんかもうまさにドタイプの顔で、嬉しい。実はそうなんですね。そうなんですね。猫目っていう。あ、そう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 。猫っぽい目の女の子がすごい可愛いなと思ってて。でしかもバストがとんでもない。とんでもない。すいません、本人を前にしてすごい親父みたいなことを言ったんですけど、最初に見させてもらった時に恋に落ちた感じがありました。嬉しいです。だから今日お会いできて本当にめっちゃ嬉しい。私もです。ありがとうございます。でしかもなんとこのたまらんち関西が、はい、グラビスジャパンアワードの最優秀作品賞に選ばれたっていうこと で、はい、そのあの理由知ってます？今年2023年のデジタル写真集の売り上げが1位っていうのはお聞きしたんですけど、うん、それが理由ですか？そうです、そう、ダウンロード数が1位っていうことで、いや、もう嬉しいです。ありがとうございます。すごくいいですか？すごい。この前出たばっかだよね。え、ほんとそうですよね。出た瞬間からズドーンってなんかそうもう突き抜けてましたもんね。たまらんちやなと思って。うまい、うまい、うまい、全然うまい。もう使い方がマスターしちゃってます。どうですか、その多分反響はすごかったと思うんですよ、はい、1位になるぐらいだから、うん、私初めてのグラビアだったんで、うんうんうん、そういう賞があるのも分かんなくて、うんうんうん、で最優秀作品賞っていうのに選んでいただいて、うん、すごいびっくりしてる気持ちと、本当に皆さんのおかげでっていう嬉しい気持ちとあるんですけど、皆さんからは新しい一面を見れたっていうのが嬉しいって言われて、うんうんうん、また見たいっていう風に言ってくださったんで、すごいやってよかったなって思ってます。確かにね、やっぱ見てる人からするとミオちゃんのイメージが強いから、はい、気になってるけどどうすればいいのかっていう気持ちがこう一気に繋がったのかなって、うん、嬉しいです。ありがとうございます。で今回はもうすでに新作のね、はい、サブスク用の取り立てホヤホヤのやつがあるんで、うんうん、たくさん写真があって、この中から、ねね、セレクトされて掲載されるっていう感じなんですけども、はい、これちなみになんかどういうテーマで撮影したとかあるんですかね？前回は本当に私の素というか、初めてのグラビア定番のって感じだったんですけど、ちょっとクールさ、かっこいい感じも入れつつ、でも爽やかな部分もあったり、いろんな感じの雰囲気が
詰め込まれてるかなと思ってるんですけど。ですけどすいません。いやでも全然ね、たまらんち関西とはまた違う雰囲気 で、 そうです、ね、なんかスポーティーな感じが似合うんだなっていうのは。本当ですか、うん、やっぱ顔立ちがはっきりしてるからか、なんかちょっと暗いシチュエーションとかもめっちゃ映えるっていうのはすごい思います。多分本人の人柄はすごい明るいし、はい、ポジティブなんだろうなっていうのは写真からも伝わってくるんですけど、はい、だからなんか案外こうしっとりしたりとか影のある感じも似合うっていうか、なんかそこはやっぱ女優さんなのかなみたいなのがすごい感じました、ね、ありがとうございます。撮影場所はどこなんでしたっけ。沖縄に行きました。沖縄、はい、2泊3日。おお、うん、やっぱ沖縄はねすごいやっぱ海も綺麗だし撮影する場所がたくさんあるじゃないですか。そうですね、いろいろ移動しながら撮影しました、うん、すごい楽しかったですね、うん、個人的にはなんかこう思い出深いっていうか、はい、ここなるほど、ジーンズタンクトップからかな、ちょっとだんだん脱いでいったんですけど、これが今回の一番最初の撮影の衣装で、緊張もありつつ、でも最初から楽しくて、もう気持ちがもう上がっていて、上がっていて、はい、気持ち込めながらの作品になったんじゃないかなと思います。どういう気持ちを込めてたんですか、この時って。本当に、なんだろう、なりきるというか、その世界に入るというか、そのカメラマンさんとのこの空間だけを意識して、もう他は周り見えないぐらいの感じで撮影してましたね。なんか役とかがあるわけじゃないけど、ね、なんか雰囲気から、はい、あ今このシチュエーションだったらこういうキャラクターが合うかなみたいな感じ取ってやるみたいな、はい、もう毎回そんな感じで人が変わるみたいな。じゃあちょっと素で挑んでる部分もあるけど、そうじゃないとこもある、うん、あるかなって思います。これはラストの衣装で、もう弾けてますね飛んだりして、飛んだり、もう最後だっていうすごいはしゃぎまくってるんだろうなっていうのが伝わってきます。伝わります、うん、だけどこの神秘的な感じですよ ね、この水着もちょっと面白いですよね。なんかちょっとスポーティーじゃない。あ、スポーティーなのか。なるほど。そうだからすごいこれ似合うのいいなと。そっか、なんかサーファーの女性とか着てそうですもんね。私なんか人魚姫みたいなのとかって思っちゃった。あでも、ね、マーメイドの鱗のこういう色が変わる感じね。あとこれも面白かったですね、うん、このこちらボーダータンクの。そうです。衣装もめっちゃ可愛くて、うんうん、ハンバーガーを食べてるんですけど、うん、可愛い頬張ってるの。そう、食べることがめっちゃ好きで、もう何でも美味しく食べちゃうんですけど、うん、この時もカメラマンさんに写真撮られながらハンバーガーを食べていったんですけど、うん、ハンバーガー丸ごと食べきった人いないよみたいな、初めて見たよみたいな言われてあれみたいなあれみんなこれ食べきらないのみたいな、ね、撮影で一口二口食べてだけど食べちゃった本当美味しそうに食べてるから、美味しかったです、うん、本当いろんなリリカさん見れる、プラスペだよね、これから。そうですね、本当に見てほしいです。プラスペで見てほしいですね、これは、ね、その本誌の方にもカット乗ると思うんですけど、なんかこう載せきれないからね、どう考えたって全部見てほしいです。全部見てほしいですね。それグラビアの話をいろいろお聞きしたところで、はい、ちょっと改めてリリカさんってどういう人なんだろうっていう、はい、お話を。ちょっと私の秘密兵器があるんですけど。何ですか。こういう、はい、トランプが、はい、そうシャイなので、はい、シャイなので、シャイなんですか。なんかこう聞きたいことがあるときにちょっとカードを引いてもらうっていうのをちょっとやってました。うちの方が結構勇気ある行動だよねここにいろいろ質問を書いてるので、お好きなやつを引いていただいて、それをちょっと答えてもらおうかなと思います。じゃあこれでどうぞ。じゃだん。あ、理想のデートは。おお、最初から結構踏み込んだ質問を踏み込んでるの無難にいいですか、うん、ディズニーに行きたいです。おお、でもこれ別れるあれじゃない。確かに行きたくない人もいますもんね。待ち時間とかで気まずくない。全然。ディズニーが最近めちゃくちゃ好きで、うん、ディズニーシーもディズニーランドも好きなんで、一緒に行ってもう幸せってなりたいです。カチューシャとかはつけます。絶対つける。え、相手つけてほしいですか。え、つけてほしい
可愛いダメかな、いや今の言い方されたらちょっと ね、 ねつけちゃいますよね、誰だって、うん、待ち時間は絶対発生はすると思うんですよ、はい、だからそういう時はどういう風に過ごすんですか。私ずっとくっついていたい。可愛い、まあね、今もうみんな倒れたと思いますよ、ずーってもう何時間でも並ぶよって思ったかもしれない、でも本当なんか明るいから待ち時間とかでもずっと話してくれそうですし、基本話してますね、うん、あんま不安じゃないかも、うん、別に私が行くわけじゃない勝手に今敵になって話しちゃったけど初めてじゃあデート行くみたいな、うん、そういうのもやっぱこうディズニーなんですかね。初めてデートに行く、うん、したら映画館とかがいいかもしれない。何系の映画ですか。恋愛みたいですね、恥ずかしくない、中華化したら恥ずかしいですね、どんどん聞きましょう、はい、せっかくだから、はい、はい、これにします。自分の好きなところ、嫌いなところ、ポジティブなところは好きです。落ち込まないんですか。落ち込まないです。すごい。嫌なことあったらどうするんですか。好きな人たちと会って好きなものを食べて寝たら本当にもう忘れるぐらいの勢いなんですけど、次頑張ったらいいやんって思う感じですね、うんうん、いつも。もう子供の頃からずっとそのなんかポジティブさは変わらない。そうですね、嫌なこととかもあんまり記憶にないというか。素晴らしい。あるんだろうけど、うん、覚えてないっていうか、うん、めっちゃいいですよね。めっちゃいい、うん、絶対いい、そっちの方が。なんかイラッとすることあるんですか。ちなみにイラッとすることもあんまりないんですよ。あのイラッともしないし、うん、落ち込んだりもしないし、うん、いつも死にたくなる人です。本当ですか。そうじゃあ嫌いなところは、うん、嫌いなところは食べ過ぎるところ一番何食べ過ぎちゃいます。そういうのもなく、うん、食べることが本当に好きすぎて毎食人より多く食べちゃうんですよ。男性の方より食べる、でも全然太ってないし、だからその今回の沖縄の撮影とかは、うん、いやこれさすがにちょっと痩せなきゃと思って制限したりはあったんですけど、うん、でも沖縄着いた瞬間にみんなで沖縄そば、うんうん、をもう普通にみんなと一緒の量食べてハンバーガーも全部丸ごといっちゃったりもしたんですけど、本当に食べてばっかりの撮影で。一番好きな食べ物は何ですか。一番はお寿司ですかね。おネタはネタはアナゴが好きです。アナゴ渋いですね。好きです。焼肉だと何が好きですか。ヘレ。ヘレって何。フィレとも言います。あ、フィレとも言う。びっくりした。ヘレは腰からお尻にかけるのお肉らしいです。関西ですかね、ヘレは。ヒレステーキとか言うのう、ね、ヘレって言うんですよ、うん、まさかでもヘレって言われると思わないすいません一番に出てこないよね、あんまり、うん、タン塩とかカルビとかちょっとメジャーなやつが来るかと思いきや、ヘレキラキラした目でヘレって言うじゃあ、あとちょっともう一問ぐらい聞いちゃいます、はい、そうですね、ででん、はい、よし。初グラビアに向けて頑張ったことは、うん、いろんな、うん、そのグラビアのシュープレさんもですけど、うんうん、雑誌を見ました。この人は、あ、そういう雰囲気なんだな、人それぞれにやっぱり雰囲気があるんだと思ったから、うん、もう私なりの雰囲気を出したらいいかと思って、はい、撮影に挑みましたね。ちなみにお話があるまでそのグラビアって見たことはありました。なかったです。そのじゃあグラビアやりませんかみたいなお話があって、うん、どう思ったんですか。なんか DM でいただいたんですけど、うんうん、まさか、うん、あの集英社のみたいな集英社のシュープレって雑誌はご存知だったんですか。あ、はい、もちろんです。なるほどめっちゃすごいやつよね、うん、と思って、うん、すごい嬉しくて、うん、これは頑張りたいと思って挑みました。これまでこう表に出してなかったこう水着っていうか、 そうですね、それをこう世に出すっていうのは結構勇気のいることじゃないかなと思うんですけど、はい、勇気はいりました。でもせっかくこうやってお声掛けくださったので、うん、やっぱり私もたくさんの方に知ってもらいたいし、この雑誌がいいってことも知ってもらいたいので、うん、すごいワクワクした気持ちでした、ね。じゃあ、悩まずに。はい、悩んでなかったです。すごいさすがポジティブ、はい、でもモデルをずっとやられてたから、うんうん、逆にグラビアってポーズがないじゃないですか。そうですね。難しくなかったですか。いや、私はそっちの方が得意というか、もう自由自在に動くのが好きというか、あんまり
悩んで撮影とかはないですね、普段も。もう自然に自分の中で、うんうんうん、そうです。素晴らしいですね。野生、野生に、野生的なんかな、音楽をする。あ、いいですね。ありがとうございます。ということで、ここまでね、一緒にお話ししてきたんですが、はい、あっという間にお時間ということで、はい、今回はどうでしたか、出演していただいて。いやー、めちゃくちゃ楽しかったです。私のことを知ってる方も、初めて見た方も喜んでもらえるように、これからもっともっと努力していきますので、応援よろしくお願いします。でもね、本当今回の動画見てね、まあ、さらにファンが増えるというか、うんうん、っていうか、もっと好きになってくれるんじゃないかなと思う。なんか私たちもね、はい、好きになったよね。本当ですか。なんかところどころでやっぱ関西弁出るの超可愛いです。出てます？出てます。ヘレとかね。あということで、今回紹介させていただいた初グラビアのたまランチ関西は、デジタル写真集として配信中ですし、プラススペシャル。はい、シュープレのサブスクの方では最新のグラビアが100枚以上公開されているので、うん、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。お願いします。あとですね、あの動画に加えて、シュープレニュースで連載中のグラビア美女画報っていうところでも、リリカさんとお話しさせてもらったので、そちらも見てください。お願いします。お願いします。ということで、バイバーイ。バイバーイ。